よろしくお願いします。あの直前の相手変更で戸惑う部分もあったと思うんですけども、はい、今日の、全体の出来を振り返っていただいていかがですか。まあ、ペトロシアン用に仕上げてきたんで、まあ、負けるわけがないって思ってますね、はい。まあ、序盤のローキックの攻め、あと最後 その右サイドも含め、あのかなりプラン通りだったんじゃないかなと思うんですけども。そうですね、まあ、いつも通りやるっていうのが、まあ、今回のテーマだったんで、はい。ザノリニ選手かなりパンチでアグレッシブに攻めてきましたけど、はい、ちょっとヒヤリとするような場面とかそういうのありましたか。正直ないですね。でも、まあ、みんなが思ってるほどザノリニは弱くないと思うんですね。彼も多分適正体重じゃないと思うし、70が自分の本来の階級で戦ったら、まあ、結構いいとこまで行くんじゃないですかね。僕は、今日戦った感じだとかスパーリングで一緒に当たった時とか思って、まあそう思いますね。だから適正体重で日本人のトップクラスともう一回僕は見てみたいです。はい。今日、トーナメントでジン・オーツ選手が優勝しましたけども、はい、彼の試合とかちょっと見れたりはしましたか。はい、大体見ましたね。まあ、もうそれより何より彼は、2戦連続1ラウンド KO 負けっていう事実からよくここまで這い上がってきたなって。レベルどうか置いといて、その彼ものすごく悔しかったと思うんですよ。そこは称えたいですね。よく這い上がってきたなって、はい。今回 の大会のテーマの一つとして、マザーズ選手がいない中その次を背負う人はみたいなところがあったと思うんですけど、はい。佐藤選手であと今回優勝したジン・オッズ選手っていうのが、そういう人の候補になってくるかなと思うんですよ。で対戦とかもその期待されると思うんですけど、そこについてはどう思いますか。そうですね、ちょっと話はずれますけど、会見の時にみんな視聴率って言って、それも一つのスタイルで彼らなりの盛り上げ方があると思うんですけど、僕は、視聴率のためには戦わないですね。こっから僕が10連勝して全部 KO で勝ったらどうなるのか見てみたいんですよ。誰が石川遼君とか浅田真央ちゃんがどこの誰がトップのやつが視聴率のために滑ってますだとかゴルフやってますとか言ってますかね。僕が目指してるとこは視聴率じゃなくて最強なんで、だ僕が途中でもうちんたら負けてるからダメですよ、自分が、はい。だからとりあえずね、はい、10連勝して全部 KO で勝つつもりでいきますよ。僕はみんなとはちょっと考えが違うなと、別に否定はしないですよ。僕はちょっと違うなと思います。はい。フィニッシュになった膝蹴りなんですけども、はい、あれは狙ってたものなんですか、それとも自然に出たものなんですか。と会長の指示で右膝当たるって言われたんで、うまく出したら当たりましたね。ずっとペトロシアン用に右膝練習してたんで、それがちょうど良かったですね、はい。今後はどうします、これから。そうですね、僕オランダ行きます。はい、5月ショータイム出ますよ。はい、自分自身なんかもうロマンでいきます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。最後に ペトロシアン戦を楽しみにしてくださったファンの皆さん、本当に今回はすみませんでした。ありがとうございました。